皆さんは今のニュージーランドに人種差別があると思いますか？あるいは差別を受けたことがありますか？人種差別がニュージーランドに存在しないと思っている人が意外と多いのではないでしょうか？確かに他の国と比べてニュージーランドは平和な国に見えます。ですが、この問題はずっと前からこの国にあって、今でも差別を受けている人たちがいます。多くの被害者はマオリ、パシフィカやアジア人の市民です。この問題の意識を高めるために、今日はニュージーランド社会にある人種差別について話したいと思います。1840年代からニュージーランドはイギリス人に植民地化され、先住民のマオリ人は差別を受けてきました。最近の調査によると、9割のマオリやパシフィカ人は差別を経験したことがあると言っています。例えば買い物をするときによく万引き犯にされます。そして怠け者、犯罪者、頭が良くないなどの悪いレッテルを貼り付けられています。これだけではなく、マオリやパシフィカ人は制度的人種差別を受けています。ある記事によると、ニュージーランドの医療システムでは、マオリやパシフィカ人は他の民族と同じような治療を受けられないことが多いのだそうです。ある資料によると、もしマオリと非マオリ人が同時に腎臓病をかかったら、非マオリ人の方が腎臓移植を受けられる可能性が高く、マオリ人は透析治療に送られることが多いのだそうです。マオリ人であるために、腎臓移植という一番有効な治療が受けられないのです。このような正当的人種差別は今でも続いています。また、アジア人に対する差別もずっと前からありました。アジア人の私も目の形や鼻血ぶりをバカにして真似されたことがあります。しかし、このような差別行為はよく正当化され、冗談としてごまかされるのです。最近はコロナウイルスのためにアジア人に対する差別はさらに増えてしまいました。このウイルスは最初に中国に広がっていましたので、世界中の多くの人はコロナを中国の責任にしていました。しかし、そのため海外に住んでいる中国人やアジア人は不当に責められていました。今年の2月にこんな事件が起こりました。オークランドで働いているアジア系のお医者さんは、バス停で知らない男の人に、中国に帰れ、そうしないとみんな死ぬぞと叱られました。このお医者さんは一度も中国に行ったことがないですが、中国人にされたのです。ここで生まれ育ち、一度も中国に行ったことがない移民たちやアジア人まで責められていました。一般市民には罪はありません。このコロナ禍の中ではみんな被害者です。ニュージーランドには本当に人種差別がないのでしょうか？この世の中には完璧な国はありません。以上の通り、人種差別は確実にこの国にもあります。それに加えて複雑な正当的人種差別もあります。私たちができるのは、まず人種差別を認めない人を反対し、そして差別行為を明らかにし、そして被害者を弁護することです。平等とは何なのでしょうか？肌の色や外見、国籍で人を判断しない社会のことだと思います。この地球に住んでいる人々にはみんな同じ血が流れ、人間としてこの世の中に生まれて生きています。でも、まだ不平等な社会の被害者たちが苦しんでいます。マオリパシフィカ人はみんな犯罪者ではありません。アジア人もウイルスではありません。差別行為を見かけたときには声を上げましょう。そして一緒にもっと平等な社会を目指していきましょう。以上でした。ありがとうございました。